白山白川郷ホワイトロードは白川村と石川県白山市を結ぶ全長 33.3 キロの有料道路で、白山周辺の雄大な自然、景色などが楽しめます。今シーズンの本格的な除雪は今月12日から始まり、今日は標高1440メートル地点の通称太平洋と呼ばれる場所で除雪作業が公開されました。10メートルほどの雪が残る中、ブルドーザーやショベルカーが雪山を削り、ロータリー除雪車が勢いよく雪を吹き上げました。白山林道管理事務所によりますと、来月末までに除雪作業を終え、6月前半の開通を目指すということです。